一緒に陽気なステップを踏もうじゃないか。知らないわけ？主様もお召し上がりください。はい、あお口を開けてくださいまし。主様、お気をつけくださいまし。揺れは一体何だったんでしょうか？ただの地震でしょ。それかあんたのお腹が鳴ったとかじゃない？かもしれません。おまんじゅうが美味しくてもっと食べたい気分なんです。おや、あれは。皆さん、大変なことが起きました。カリンさん、おいっす。そんなに慌てているなんて珍しいですね。とんでもない緊急事態なんです。今の振動はランドソルの遥か西に突然現れた王宮くらい大きな体をした正体不明の巨大な何かによる攻撃です。カリン様、落ち着いてくださいまし。その何かとは、もっと詳しい情報はございませんか？それが、私たちギルド管理協会も詳しいことは、その攻撃による被害を広げながらこちらへ向かってきているということまでしか情報をつかめていなくて。はいはい、それでいつものように調査と討伐を依頼したいってわけね。はい、今回ばかりは敵が敵なので、ギルド管理協会はあらゆるギルドに声をかけて回っているところなんです。あ、空を見てください。何かが飛んできますよ。わあ、街中がネバネバのびしょびしょになってしまいました。おまんじゅう屋もぐちょぐちょで、これじゃあもうおかわりができませんよ。多く見積もっても24時間、それが私たちに残された猶予です。明日の今頃にはもうこのランドセルに生きて立っている人間は一人もいないでしょう。大げさに言っちゃってるだけで、どうせ大したことないんでしょ。だいたい王宮くらい大きな何かなんていきなり現れるわけが。いつもより多くご用意したのですが。あ、今回の報酬のことです。ランドソルの危機ですから、もちろんそれ相応の。本当？あとで嘘でしたなんて言ったら承知しないわよ。あんたたち、グズグズしてないで行くよ。力を合わせて戦いましょう。おや、胸の蓋っぽいのが開きましたね。ようやく壊れたんでしょうか。
部が丸見えでございます。ふむ、中はあのような構造になっているのですね。興味深いです。なんだか私が恥ずかしくなってきたわ。みんな見ちゃダメ、特にあなたは。内部に直接攻撃できるっぽいですから、今が攻め時って感じですね。でも蓋が開いたせいで体内のエネルギーが漏れまくってるわ。今まで以上に危険そうね。やばいのは承知の上ですよ、キャルちゃん。皆さん、まだまだ戦えますよね。勝負はこれからですよ。行きますよ、リマちゃん。やー、任せて、ペコリーナちゃん。今の攻撃で敵の動きが止まりましたね。コンビネーションの勝利です。ん？待って、あいつの動きがおかしいわよ。って、何よあれ。リマ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 、おー、今度は小さいのがいっぱい出てきた。落ち着いてくださいまし。あれはリマ様ではありません。きっとあれに私たちの相手をさせて、本体はその隙に回復する算段なのでしょう。なかなか一筋縄ではいきませんね。でもこんなことで逃げ出すと思ったら大間違いってことを思い知らせてあげましょう。あ、あいつどうやら回復しちゃったみたいね。なんてしぶといの。おとなしく壊れなさいっての。いいなあ、あんな風に毛並みもすぐ元通りになれば毎日のケアも楽なのに。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょうが。でも確実にダメージは受けているようですよ。まだ負けてもないのに先に気持ちを折っちゃダメです。そうね、諦めず最後までランドソルを見捨てずに戦いましょう。この胸
手早く片付けましょう。いきなり力を好きだらけたちを打ち込めた。いつまでもうたげの始まりだ。ナンバーサーバロン行くさー。救急犬のクローラー、クリーンにしてやれ。いつまでもっ打ち込むさー。